じゃあ、おちりみおちです。ブラックです。ということで、今回は、イフットボール2023アプリ版やっていこうと思うんですが、今回はですね、選手紹介ということで、この選手ね、こういう起用法すると、かなり強いぞっていうね、起用なんですけど、今、オンラインでですね、こちらのフォーメーションですね、今週から登場してる、このアストンビラの、フォーバック引けて、疑似 3CF の、このフォーメーションがですね、かなり流行っていて、疑似 3CF の部分ですね。そうだね。ここに注目して、この選手を入れとくと、かなり疑似 3CF の褒めっていうのが、攻撃しやすくなるよと。はい、カイ・ハフェルツを入れると。今週ね、カイ・ハフェルツがライブアップで A なんですよね。で、ハフェルツはこのフォーメーション以外にも 4-2-2 の 2OMM 使ってみたんですけど、まあもともと性能が高いんで、本当に 4-2-2 の 2OMM でいいんだけど、でもね、 4-2-2 の 2OMM だとなんかそれこそまあ別にメッシでもいいしなみたいな、まあスナイデルでもなみたいな。じゃあハフェルツってどこで一番輝くのかなってなった時に、こうフォーバックの技術さんのこの右の SA 使ったらすごい良くて、っていうのをまずですね、今作のこの eFootball2023 からはラインブレイカーがですね、 ST じゃ発動しなくなってるんですよね。っていうところでラインブレーカーが発動しないっていう中で、はい、カイ・ハフェルツの2列目飛び出し、これはですね ST に置いた時に発動するんですよ。2列目からの飛び出しと、まあ、ラインブレーカーって厳密に言うとちょっと動きが違うんですけど、ただまあほぼ一緒で、やっぱお互いこう前に行くっていうことはまあ同じなんで、ハフェルツってまあ能力値こんな感じなんですけど、本当にね身長が188センチあって足元の技術がめちゃくちゃ高いんですよね。でオフェンスセンスも決定力もともに80台を超えていて、グランダーパスに関しても80あると、スピードもね83しっかりあって、ボディコントロール81で逆足の精度がね普通高いで、スキルなんですよね、このワンタッチパス、ワンタッチシュート、そしてスルーパス、ミドルライジングっていう、この結構スキルがめちゃめちゃ優秀な188センチと大型の2列目ということで、ただ OMM に置くとちょっとまあ重さの部分とか扱いづらさっていうのをまあ若干感じたりもするんだけど、この ST に置いてあげるとガンガン前に抜けていくんで、ハフェルツがね、まあこれは実際にオンラインのプレイ映像で見せるんですけれども、中盤で回しててすごい前にぐーっと上がってきてくれる。レバンドスキーとかだと最初から高い位置に入ってるんです。だから相手 あのセンターバックに近いところにいっちゃったりするんですけど、ハフェルツってねこの2列目なんですけど、ちょっと浮くんだよ。でちょっと浮いてて後ろからスタートしてくるんで、そのマークがつきづらくなってて、なんならちょっと隠れてるみたいな。だからその分だけボールもね、そう持ちやすい感じにはなって、疑似 3CF が合わない、そういう人は本当ぜひね ST を2列目飛び出し、そうこのカイ・ハフェルツの、はい、まあ、疑似 3CF を ST で使うっていう起用がどれぐらいやれるのか、はい、フレマと、オンラインで確認していきましょう、はい、さあということでいきましょう。調子はねまあ普通でいいでしょう。ん？ふぃー、ちょっと待って、タッチ、いいよ、おわ、危ない、タッチがお前危ない、あ、あ、それちょっと待ってな、ここよし、ハフェルツ、ハフェルツちょっと持てるんで出せ、でここで、あー、ロバートソンを舐める、いやそれちょっと運ぼう、いやーこれいいね、カウンターになってる、奥行きたいな、チョンチョン、レバー頼むよ、インパクトでイブラ頭、オッケー、いやあ危ねえ何それえ、あ、危ない危ない、ネイマールの個人技から、はいはいはい、いやーこれ終わんなよ、おい危ねえ、おい危ねえ、あ、まだ危ない、まだ OK、 いやいや OK、 いや普通に負けててくさ、いやこのワンツー、お、もう一回出しちゃう、その気持ちは、いや、うわ、それいらん、おい、そうだよー、 お前めちゃめちゃ見てたじゃん今、いややっぱハフェルツってさでかいから威圧感あんだよ、ちょっとしかも、いやナイスナイスナイス、いやいやいやお前、オッケー、事故や、うん、
どなるほど。さて一回落としてハブちゃんに。え、ハブ、ハブ、ハブねー。これあるんでたまに。ハブねー。ハブルスのこの根下が、うわーこれ普通だったからな。普通にね絶好調とかだったらまあまあ結構入ってる。待って待って、終わんないで、マジで。うわ終わんないでよはい、ということで、まずね、ハフェルツの、まあ、4人2の右 OMM のね、まあ、プレーを見ていただければなと思うんですけど、まあ、4人2右 OMM 強いんですけど、こんな感じでね、抜けてきて、しっかり活躍できるんだけど、ただ、あの、4人2の右 OMM だと、ちょっと小回りが効く選手の方が、やりやすいって感じる方も多いと思う。うん、実際、表 TV も、やっぱり4人2右 OMM だったら、メッシとかスナイデルの方が、やりやすいかなって感じたんで、もちろん強いんだけど、ただやっぱりね、この後出てくるですね、ギジサン CF の右 ST の方がね、動きがすごいね、分かりやすく出ると思うんで、まあそれね、見ていただければと。これのね、スルーパスとかもやっぱりいいですよね。だからほんとポテンシャルが高い選手なんで、まあ基本的に4-3-1の OMF とかやらせてもね、強いは強いんですけど、これシューキャン1個決めて、こっからこのコンカネで、コンカ打つとやっぱ結構弾くんで、その後のね、あの攻撃にもつながってね、まあフレマの時も1本惜しいね、あのポストは叩いたやつある。これワンタッチシュートね。で、シュートがワンタッチシュートあるのめっちゃでかい。これね、ネイマールとかピルロってワンタッチシュートないんで、なんかね、あのオンライン使ってるとやっぱりワンタッチシュートのとこめっちゃ外すんだよね。やっぱハフェルス今のところとかワンタッチシュートあるとピシッとこう打ってくれるんで、ここもね、かなりでかいところで、ここからですね、見てほしいんですけれども、ギジさんの右 ST ですね。ここ入って、まずこれイブラヒモビッチ、で、ハフェルツ、で、これね、ここちょっと持つんですよ。で、この後見てください、動き。上がってきますよ。浮いてるじゃん、すでに。ああ、こっからね。来るでしょ、これ。これ何も入力入ってないんですよ。これめちゃくちゃ分かりやすい例なんですけど、あんな感じで、あの、ちょっと浮いてて、後から来ますよ、みたいな。後からリボンみたいな感じで、ポワーって来るんで、で、そこに対して、しっかり、あの、見てあげる。で、ここのね、1個のやっぱダッシュ。このスピード一発が速いんですよね。で、ここまで中がえぐってきて、ここの、あの、右足のこのクロス精度ですね。こういうこともできちゃう。だもちろん縦に行く力もメッシ以上にあるんで、やっぱりそこら辺はね。うん、ここも見て、斜め入ってきてるでしょ。走ってくるんですよ。だから結構この本当に浮いてるんで、相手の方がマークつきづらいんだろうなっていうのがね。結構その疑似 ST にしても、あの、中央だけに固まらずにやっぱ飛び出してくる。そう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 。まあ能力も高いし、まあもともとね、こういう風な感じで、まあちょっと中央に揃って、ワンツーみたいなの使い方もできるし。ワンタッチパスも持っててね。ほんとポテンシャルマジで強いんで、ギジさんだったら正直ハベルシーでも俺は入れたいなっていう感じですね。うん、ここもしっかりね、まあ、決めていったり。で、これ見てほしい。これも2列目がいってますね。ミリトンで1回集計入れて、ここ上がってきてますよね。うん、で、ここ使ってあげる。で、ハベル見て、これこの動き、うん、これ見てこれこれもうベスト、なんつうの、ゴールかなっていうので、もうワンツー入れなくて、ケツから上がってくるんで、ワンツー入れちゃうと逆に、あの、スーってそのまま行っちゃうんで、まあなんか、斜めにね、そう、入れない方がいいのかもしんないね。なんか、ワンツー入力はハベルツはそんなにいらないのかなっていう。ナチュラルに、まあ、もともと抜け出す、そうそうそう。そのね、2列目飛び出しの抜け出しを持ってる選手だからね。ナチュラルな動き出しの方がいいような気がするんで、まあそこはね、あの、相手の状況とか盤面見ないといけないところなんですけど、ほんと得点能力も高くてね、こういうところもしっかり抜けてきますよね。で、ここもしっかり、最後ね、出しドリブルしてってコントロールカーブで決めていくという、シュートスキルもすげえ豊富だし、でパスも出せるし、で彼自身もね、あの、前に行ってシュートを決めることもできるっていう選手なんで、まあ本当ギジ 3CF だと今週ガチスカ、これ一つね、参考程度にしてほしいなというふうに思います。動画が役に立った、参考になったよという方はですね、ぜひチャンネル登録、高評価で応援していけると嬉しいです。どうしよう、さらっぽー。